こんにちは。ということで、すげえバイオームの世界でサバイバル、パート1です。ただ、俺たちにとってのすげえバイオームはまだ拡張されてなくて、まあ、この船だけ一応ある状態です。この船だけあるんだけど、後ろを見てください、皆さん。荒れ果てた土地が広がってます。基本的に何もございません。なんか下に行けばなんか面白そうなところはあるんですけど、荒野が広がってます。よし。あの船の管理、どっかのグループにやらせるか、まずは。木の苗を持ってこなきゃいけなくて、冒険組と残る組で分かれたいんだよね。土も必要か、確かに。ダートも必要だし、全部ない。どうしよっか。船は木製ですよ。あの船全部解体する？ダートはここにあるにゃ。あ、本当だ。ダートはある。じゃあ、アットワールで転送した人の船の持ち物にしよう。破ったやつバーンするから、ちゃんと。アットワールね。ダミトモ。おもんな。ダミトモ船長。乗船を許可する。うわ、燃やされそう。このサバイバルの方向性決まった。そもそもパート1以降来ないよ。まあ、そっか。じゃあ、もう一回アットワールにする？確かに来なそうだし。あ？今サンドウィッチ TP したよね。ディディクソ引き起こさくなかった。俺が TP する瞬間にさ、ジャンプしてさ、こう重なっちに行ってさ、今 TP されたふりしたっしょ、お前、猿、お前。走り込んできてたよな、お前。見てたから。サンドウィッチだよ。じゃあ動物かな？動物組じゃあよろしく。サンド、田辺サバ。え？あ、じゃあ田辺サバで。え、田辺サバと動物組どっちだよ、サンドウィッチ。サンドウィッチは決めて。じゃあどっちか。動物です。あ、動物らしいです。よし。他の人たち冒険行くか。こっちだよー。おい、燃やすなよー。燃やしたらバンだぞー。なんかもういい感じに冒険行こう。ちょっと走り回って冒険した方がいい。木の苗持ってこい、誰か。この先まずい。ん？どういうこと？なんかあれか。チャンクも欠けてるし、荒野もある。いやでもこの荒野突破しないと、結局なんか木があるところに行けねえんじゃねえかな。クリスタルがある場所があって、下にでかい。あそこ木ないよね。なんか落ちて索敵してきてくんね、ハゲネズミ。廃校なら、まあ、廃校ならあるけどって感じか。下に誰か降りてる。それ誰降りてんの？ライムが降りてる。溶岩の海があった。溶岩の海あっても俺たちの素材にはならない。奥行ってみる。こっちでもさ、行けなくない？チャンク読み込まないよね、ここ。俺これ以上行けないんだけど。まずい。ハマった。こっから先行かない方がいいと思うよ、多分。ここダメだ。うん、3名犠牲になった。ちょっと読み込ませるしかないな。なんか読み込まなくない？全然こっちからこっち。一旦生成させた方がいい。全員落として、俺一人にして。よし、じゃあちょっと一回全員落ちてくれ。俺が読み込む。生成させる。俺が全員落ちて一回。イカオくん以外は落ちました。今イカオくんだけが残っています。 OK。 こうやって生成させていかないと読み込み的にきついかも。なんとなくだけど木が近くにこっち行ってもなさそうだな。下にすげえ空間はあるから面白いとは思うけど、坊さんちょっと待っててもらっていいですか。これいっちゃん近くに木どこにあるんだこれ。やにゃ木なくね。マジで木材がない。黒曜石の丘みたいの越えたらあんのかな。そこを越えたらあるわ。あー、あったあった、発見。じゃやっぱ突破しないとダメか。この黒曜石の山みたいなのを突破していかないと、冒険隊を編成してミッションをコンプリートさせなきゃいけない。そうしないと俺たちなんかもう資源がない状態になる。よし、オッケー。戻ってきてくれみんな。こっちです。で、地面のコンクリートパウダーみんなでちょっとだけでも集めないと上に上がれないから、一人10個ぐらいは集めて、階段状にして登ってこう、木の貿易ルートを確立させないと、なんでうんうんいるんだ。で、このね、山の向こうなんですよね。このクソやべえ黒曜石の丘の向こうに木があるから、これを登ってかなきゃいけなくて、なんだこら。ちょっとここまず階段必要。まあ、そうだね、これでちょっと作っていくしかないかも。土と違って重力で落ちんのだるすぎる。確かに。でここを登って、んここちゃんと階段にしないと後々だるいよ多分。自分だけ上がるのもいいけど、最終的に貿易のラインを確立しないとめんどくさいから。僕1位。ま、コタンさん、そういうのじゃないんだよね。何してんのあなた。20歳です。で、この向かい側が、これね、多分ね、みんな多分降りれないような気がするから、頑張って降りて。で、こっちにある。頑張れー。これが最短ルートだ。
で、なんか向こうにはね、不思議なこう雪の地形があるけど、ここにあるんで、一人ちょっといくつか切って持って帰った方がいいかも、ここにあるもの。それでようやく俺たちのクラフトができるようになる。うん、まあ道の整備した方がいいかもね、ちょっと。なんかいい感じに。で、まあ持って帰ってください。輸送ちょっと頼みます。運送ルート確立させる。ちまちましてて面白いな。多分ね、そっちなんもないぞ。コウタン、そっち側ね、降りてもなんもない。マジで。で、まあ、できたら、帰るって感じかな。まあまあ、遠いようで近いかも。動物組諸君、もうちょっとしたら木が届くから待ってくれ。で、まあ、ここで各自拠点作るって感じかな。コンセプトありますか？まあ、好きにやる。マジ砂みたいに落ちるとうぜえ、コンクリートパウダー。うざいね、これは。ここはめっちゃ綺麗だからな。まあ、木持ってきて、ここで暮らすしかない。てかさ、クンさん前のサバイバルでネザライトもらえるって言ってんかったっけ？言ってないよ。毒状態にあげるって話か。でも毒状態いないじゃん、別に。これ、向かい側はどうなってんだろうね。この、なんか行ってみたくね。向かいとかあんのかな、そもそも。行ってきます。なんか頑張ってそのでかい船動かないの。動きません。ちょ、誰か行かない？これ一緒に。俺一人で行くの寂しいわ、これ。いるやつでいいよ。あ、イケコと二人で行こう。イケコ行くぞ。バカンスじゃねえんだぞ。これ帰ってこないやつだ。イケコクラフト。うわ、すげえ、海の中。やば。海中の地形クソやばいよ。待て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 。やばいやばいやばい。読み込まれてない、読み込まれてない、ここ。海の造形もすごいな。読み込みも遅いけど。正直、サンゴには困らんよ、これ。ここでさ、イケコと二人でめっちゃ綺麗とかって言ってんのにさ、向こうで死ね、肝とかって言いながら戦いが始まってんのなんかなんとも言えねえな。こっちでなんか、うわ、サンゴ綺麗だとかで話してんのに。死ね、キモい。ネタ潰すな。邪魔だかっす。まあ、ちょっとずつ前進させよう。下これ全部黒曜石になってんのこれ。下全部黒曜石だわ、これ。掘れない。多分、これ海の底ないわ、ここ。すげえことになってる。これはもう遠すぎて無理ですね、これ。時間かかりすぎ。撤退した方がいいかもな。すげえ。ちょっと待って、この下すごいわ。海中洞窟みたいになってる。面白い。なんか作ったらすごい楽しそうだぞ、ここ。なんかガラス張りでなんかこう海になんか作るみたいなことすれば。しょうもないから戻るか。やだな、なんか戻りたくないな、なんか殺害みたいなのが起こりまくって、なんか治安も悪いし、なんか騒いでるし。たまには裏で働いてる労働者のことも。ここやばいんだよね、この下の。この海底洞窟、マジでやばい、この下にあるやつ。相当綺麗だよ。まあ、みんなが見ることはないけど。めっちゃ広い、海底が。普通じゃない、海の感じ。ただいまー。んで、苗木は？で、苗木はどうなった？苗木どうなったよ。一個。ポリゴン。そんなことしても、多分無理だよ。三つあるよ。ラグすぎて手に入らん。くんさん、なんかある。どここれ。おー、ここか。ピッケルある？シラソル。こじ開けてみてよ。なんか中身、なんかいけんじゃねえなんかこう。ああ、なんかあんじゃん。エメラルド近海骨地図。地図入手。なんか、何の地図だこれ。それ、バニラ要素。バニラね。バニラになくね。宝の地図出されてもわかんねえよ。これやばくないここ。これとんでもない。この木のデカさ。太すぎる。こんなの、これ無理だよ、こんなの。樹齢すごいぞ。じゃあそこに住もう。まあ、いつかこういうなんか樹木だらけのところも住みたいな。それ一本切り落とすまで帰ってきちゃダメって拷問しよう。よし、じゃあ、アットワールで決めるか。4本あるからさ、これ全部切り落とすまで帰ってくるなってやつやろうぜ。はい、まずは1人目。いっちゃん低いかも。終身木こり1人目、田辺。もうこいつ多分このクラフトでの運命決まったわ。こいつ終わんねえ、多分。お前これずっとやってこい。終わるまで帰んな。はい、2人目。いっちゃん太いやついきます。イケコはちょっと無理だと思うから、他の人にするね。ちょっとイケコは多分無理じゃない。ライムヘラー。あ、いいね。新人頑張れ。で、もう一本。やばそうなやつ。ピネガキ。お疲れな。まあまあ、しょうがないよね、DD でも。ねえ、あとあるで選ばれたんだし、しょうがないよ。全部切り倒すまで帰れないからね。頑張って。最後、細い。これは緩いよ、正直。これは緩い。タコス893、頑張れ。もうピネガキ終わんねえぞ。早くやらないと終わんないよ。そう、急がないと。ちんたらちんたらやってる場合じゃないよ。そのダイヤモンド大事そうにしてるけど。終わんないと思うよ、多分これ。早くしないと。イージー、頑張って。
あ、お前？お前これ、お前一番太いやつ。頑張れ。高さ見てあげよっか、誰が一番辛いか。高さで見てないんだよね。パッと見の太さでは調べたけど。あ、ペニガキさんですね。お疲れ様です。いっちゃん長いっす、ペニガキさんの。まあまあ、サバつけとくんで、頑張ってください。ネタやりません。いやいや、今ネタ実行中です。この木を切り倒すのがネタだから、ペニガキ。ぜひやってください。頑張ってね。適当にチェストに保管すること。くんさん、倉庫。倉庫作った？倉庫どうする？それぞれ好きに勢力ごとに作ってください。総合倉庫あってもしょうがねえし。え、この船は動物組のものなの？これは結局。動物組領有地、ここ。まあ、あっとあるだし。ちゃんと頑張ってネタしてね。あれ、リーダーがいない。まあ、しょうがない。ディディがリーダー代行として頑張ってもらって。多分ね、みんなで木切り行った方がいいと思うんだよね、これ。正直。木と、なんかダート集めた方がいい気がする、これ。ダートないよ。まあ、掘ればダート出てくるかもしんないけど。俺が魔法の力でダート見てあげよっか、下にあるかどうか。不思議な力で下見たけど、ダートはね、あ、あるあるある、普通にダートある、下も。たらマジで、クリスタルみたいのがえぐい。シーランタンかな？これすごいな、この下部分。ここ使って住んだりしたらなんかめっちゃ楽しそうだけど。地形がおかしいだけで地層は普通だよね。何ピリガキ、くんさん。くんさん、ライムくん建築担当だから、長月とチェンジ。あ、了解、じゃあいいよ。はい、長月よろしく。やべえな。参加型にさ、3年4年もいる人間がさ、たかだか来て2週間の人間となんか作業の代打させられるってどんな気持ちなんだ一体これ。最悪じゃん。これが50人クラフト。木切りたいから TP して。もうじゃあもう切りたいんだったら好きに。俺かっちゃんとチェンジ、それ了解取ってないでしょ本人の。じゃあダメだよ。巨大樹の森もいいな、なんか雰囲気。まあちょっと作業パート必要だな、サバ軽い時に。竿重すぎて木こりやりにくすぎる。多分ね、一回生成しきらないと無理かもね。生成しきってない気がする。いろんなものがまだ。え、なんか遠く出かけてる人とかいない？大丈夫？遠出野郎いない？あー、原因分かった。あの、一人767、1300にいる人間がいる。分かった理由。分かったわ。どうしてこうなってるのか。なるほどね。あ、だからずっとここは落ち続けてるんだ。なるほど。よく分かったよ、イカオくん。イカオくんはリンゴ食べながらここでうろうろしてるのか、ずっと。まさか。俺今入ったばっか。はい。一旦ジジで。